こんにちは、ライムです。はい、ということで今回はレオ将軍使ってみようかなと思います。はい、ということで皆さんレオ将軍知ってますかね。FF6 のまあなんだろうな、まあ言ってしまえばモブキャラに毛が生えたようなねキャラで、まあいるんですよ、こんなやつが。で、FF6 知らない人もそうだし、 FF6 やってる人でも正直そこまで思い入れないと思うんですよ。っていうところでだいぶそのなんだろうな、使い手が少ないキャラなんですよ。ただね、まあレオ将軍、まあ最近のこの D 角だったり、まあいろいろな必殺技が出てる中でだいぶ強くなったんですよ。これをねちょっと今回の動画でまあ実際に使ってみようじゃないかということ。それから最近の環境だとね、天命の扉っていう天命の追憶とかね、クリスタルダンジョン、高難度ダンジョンで特定のジョブキャラじゃないと、攻略ができないというねダンジョンが出てきまして、それで多分ねナイトのジョブ、ナイトジョブの天命だと多分レオ将軍多分トップクラスの強さになってくるんじゃないと思ってるんですよ。あーでもそうか、よくよく考えると一応あでもそうか、どうだろうな入ってこないな。そうだ、今頭にちょっと浮かんだのが同じく FA6 のねキャラでセリスいたけど、あれ魔法剣だもんね。そっか、なんとなく生属性だがナイトっていう一瞬考えちゃったけど、そっか魔法剣士だが入んないのか。じゃあ大丈夫だな。多分レオ将軍がシンクロでクリバフできるんですよ、味方全体のクリバフで。まあこれがよくあるタイプで2回ごとにね味方全体のクリ率をさらに上げていくよっていうタイプになってるんです。で、天命のダンジョンだと皆さんね、この間の僕のトライエッジの攻略動画見てくれた方とか、あとパーティー事前考察の動画でもね言った通りなんですけど、基本的にクイナとかは使えないんですよ。コメントでなんか結構なんか仕様を知らないのか何のかよくわからないんですけど、多分やってない人なのかな、天命ダンジョンやってないと多分あれなんでライムさんいつもクイナ使ってんのにクイナ使わないんだろうってね思ってる方結構コメントで見るんですよ。あれは単純にクイナが使えないから使ってないだけでっていう話なんです。なんでかっていうと、あれは天命の記憶はね基本共鳴人数4人以上じゃないとダメージがまともに通らない。3人だとダメージが半減するのかな、確かね半減ぐらいになってしまうので、基本的にクイナ入れる枠がないんですよ。で、ところで重要になってくるのがこういうクリティカル率のアップできるバッファーなんですよね。で、これが、まあ、今回前回のトライエッジの攻略ではデシを使ったんですけど、クリ率のクリバッファーの意味合いで使ったんですけど、アタッカーができればデシより優秀なんだよね。単純にやっぱ共鳴しつつ殴りつつダメージを与えつつさらにクリバフもできるということになるので、全然弟子よりはこういうアタッカーで持ってるタイプの方が強いんですよ、天命のダンジョンにおいては。で、この間のまあ僕オート攻略っていうのもあるんだけど、弟子がただ託さないからね、託さないだけでただひたすらハイアーマーブレイク打ってるだけみたいな、キャラになり下がっていたので正直無駄が多いんだよね。まあオートプレイに関して言えばね多いので、それを考えるとこういうレオ将軍みたいなねクリティカル率アップできるアタッカーって今後すごい重宝されるなっていうところで、まあそれも運営自身が分かっているのが、最近クリティカル率アップできるキャラ増えてきたよね。この間のセブンガチャにでもシェルクがね D 角でモード2になるとクリティカル率 100% 付与できるみたいな、まあキャラもいたりしたので、まあそういったキャラ今後も増えていくと思うんですよ、おそらく。第2のシンクロとか、まあ、あとあれか、この間の魔法剣士でマキナだね。マキナがクリダメアップと、で、あとクリ率アップできるような、キャラに仕立て上げられていましたけど、つまりそういうことなんでね、運営さんの意図にしても、やっぱり弟子以外、クイナーが使えないっていう状況で、弟子以外にもやっぱクリティカル率アップできるようなキャラクターをどんどん増やしていきたいみたいな、そういうことなんですよ。で、その中で、まあ、確実にこれナイトアビで使える、まあ冒頭に戻るんだけど、ナイトアビで使えるでしょうっていう、レオ将軍を今回、使ってみようかなというところなんだよ。分かったかな、僕の意図が。で、これたまたまね D 角確かポロッと出たんで、ついでにこれも一緒に使っていこうかなとは思ってます。まあ特別ねこのなんかレオ将軍の D 角が超強いとかっていうわけでは全くないです。一応 D 角の内容を確認していくと、味方全体ダメージ軽減バリア付与、これも重要だと思うね。なんだろう、ヒーラーとかね
決められたキャラとかしか持ってないっていう方にとってはこういうところもまあ重要になってくるんじゃないかなとは一応思ってます。どちらかというとレオ将軍自体がサポートキャラ的なね立ち位置ではあるとは思う。はい、あとセットしたアビリティの待機時間短縮、自身のダメージ軽減バリア消費時に追撃、堅固たる一撃、これがまあ単純にダメージ軽減バリア張りつつダメージ限界突破可能なダメージ出すよっていうぐらいの、一応ものになってます。でモード2についてはナイトアビ使用するたびにフェイタルダメージをアップさせるよっていう内容、まあ 10% なんでフェイタルダメージっていうのはクリダメアップのことね、クリダメアップ 10% 乗っかってくるよってことなんですけど、まあ基本的にはモード1連打で特に問題はないんじゃないかなと思います。でまあシンクロさっき話した通りですね、攻撃するたびに2回ごとに、まあクリティカル率アップさせていくよという内容になっております。まあ基本的にはもう左アビ連打っていうことになってくるんでしょうか。一応覚醒についてもナイトアビ使用するたびにねまたこちらも経験バリア貼るっていうことなんですけど、まあ基本的にこっちは使わないかな。一応覚醒ねもう一つあったりする、こっちはフルバフがくっついていたりとかするんでシリーズダンジョンでも結構強いと思う。シリーズダンジョンのクリオフ、まあ6のシリーズで言うと最近マッシュとかセリスもねクリバフ持っちゃったんで、あえてレオ将軍をね絶対的に使わなきゃいけないというわけでもないし、はい、そこがちょっと難しいところではあるんですが、何気にこのレオ将軍ね剣装美人物理攻撃のダメージアップ中も持ってるんで意外とちゃんとしっかりしてるキャラなんだよね。はい、ということでやっていこうと思う。でまあ他のキャラに関してはまあいつも通りです。はい、うららでまあこのマギカステラね繰りダメアップしていくというような流れですね。はい、マテリアこんな感じで、今回クイナを使いません。そうだこれ大事なこと言わせるけど、クイナを使わない編成だね。もちろんね、もちろんのこと天命ダンジョン等を意識してクイナを全く使わない編成でやってみるということなんで、なんか久しぶりにギルバートをねまあ待機時間短縮役、それから星力戦技だね役でちょっと連れてってみようかなと思います。はい、あとマキナです。まあこれこの間のね魔法トライエッジでも使いましたが、はい、戦技チェイン、今回チェイン運用だね。はい、ってことです。チェイン、まあ、シンクロまで打つゲージ多分ないと思うんで D 角だけでしょきっと。でガイ、はい、こちらもいつも通りですがこんな感じ、戦技 D 角シンクロ覚醒という流れでやっていきたいと思います。これ円安でいいかな、どっちでもいいけど。はい、マテリアエースストライカーです。最低霊将軍さっき見た通りで、あと魔石、はい、魔石がね後継バハムート、カイ、ラムー、タイタン、マディーンということでやっていきたいなと思います。で壁を張ってあげていきましょう。まあどうだろうね、まあクイナいなくてどれぐらいのね、まあ一応シンクロ発動した直後に 50% クリーズ 50% になるんで、で今回もウェイト実況でいきたいと思います。 50% になるからね、やっぱり、まあ、当然のことながらあれは違ってくるからね、あれは全然話の要点が分かんないっていうね、当然ながら何言おうとしたんだっけあ、期待値ね、ダメージの期待値は変わってくるからねって話をしたかったんだ。そうそうそう、ダメージの期待値は当然ながらね変わってきますので、クリ率 50% の状態とあの状態ではね、 100% の状態とではね、まあ、単純に単純計算でいくと、だって要はクリ率 100% の状態でダメージの期待値が 1.5 倍になるわけじゃないですか。シンプルにダメージ 1.5 倍だと仮定するとクリ率、50% の段階だと 1.25 倍っていうことになるんだよね。そう考えると結構違うよね。なのでその期待値をどんどん上げていくための作業がやっぱり必要になってくるわけだよね。やっぱりそう考えると一発目から初撃の時点がクリ100にできるキャラってやっぱ強いよねって。レオ将軍はやっぱ2回ごとだからどうしてもタイムラグが出ちゃうっていうところがねあるから、そこはやっぱ難しいところだと思うんだよね。さあ、あ、エースストライカーだともうゲージ溜まるんだ。へえ、へえ、そうなんだ。へえ、
で今僕失敗したなと思ったのはギルバートのこの伝説の歌を載せてからね必殺技打てばよかったなとは思ったって思った。別にチェインとかにあの必殺技載せる載せないはもう最近どうでもいいなと思ってきたけど、本体はやっぱだあれだもんね、アビリティの部分だからね。あれマキノってチェインの時も喋るっけ、今行くぞっつったね神谷博士が。リヴァイが行くぞって言ってたね。さあこっから遊んでいこうじゃねえか。ワンチェインで倒したいよね。ワンチェインで倒したい気持ちで行く気持ちでは行く。これで今待機時間が結構短縮されてるね。なるほどね、なるほどね。結構強くない意外と結構強くない、意外と結構強くない。マキナ次のターンゲージ溜まっててくれっかな、溜まってないかな。まだガイがこのダメージ感、まあ S ストライカー装備してっけどね、ガイがこのダメージ感で今もう持続性デバフが6段階ということですね。これもう多分レオ将軍全段カンストすんじゃない多分。まあ、ちょっと本当思うのは地属性キャラってみんな足が遅いっていうね、素早さマジでねえんだよなこいつら。おお、もう全部カンストしてるね。これはまあいいんじゃない。今2回動いたんで今クリ率 60% っていうことです。その他あの魔石効果でもうちょい高くなってるんだろうけど今そんぐらいってことだね。新クロはフェーズ3入った時に打ちます。フェーズ3じゃねえ、ごめん、フェーズ2だね。フェーズ2入った時にまといがね消されるからその方が多分いいでしょう。さあレオ将軍あるいはマキナの攻撃でフェーズ移行できるかっていうところだね。で確か打つか、あれだよね、こいつフェーズ2の時にはあの防御魔防精神バフは打ってこないよね確かね。だからこのまま突っ張ってもいいか、突っ張ってもいいよね。でチャンウラここで待機時間短縮してこれここでシンクロ打てばいいか、これで入るね。ここでシンクロ打ってお、マキナの攻撃で入った。ギルちゃん魔石打ちたいけど次のターンみんな必殺技打つってことを考えると待機時間短縮打っとこう。フェーズ2ちょっと硬くなったけどそれでもまあクリティカルが出ればカンストしていくと。で次のターンに必殺技打っていきましょう。あ、そうだよね、よく考えたらそうだね、まとえ剥がしも食らった状態でもあのダメージってことか。はい、これで3段階まとい直しました。マキナこれ今地属性まとい全部剥がれてる状態だからね、一応言っておくけど。なるほど。でここからせっかくなんでレオ将軍が D 角重ねていきます。でウララがここで D 角打っとこう。でギルバートもここ待機でいいんじゃないかな、防衛魔防精神デバフ待機。おお、必殺技部分で2万9000出てる。ちょっと待機させておこうか、多分もう外次第で多分フェーズ3このまま突入しそうな気がする。外、あでも追撃のレジマテ持ってねえんだな、ギリ届かないか。
1.6% ギリ届く。おーっと 1.2% マキナの攻撃でいくかな。お、なんか追撃出た。おお、すげえすげえ、追撃フェーズ3突入。すごい、まさかの、まさかの。これだったらマキナシンクロ打っときゃよかった。さすがにフェーズ3かてえわ。さすがにまといなしの、マッキーナじゃ。 あとあれか、防御魔防精神バフ付きじゃん。そんなダメージ出ない。はい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 。でここで、まあ、待機時間短縮で、ここからレオ将軍が、さあチェイン内に仕留めることができるのか。まあ次のターンぐらいでいけるかな。おお、ちなみにまだクリ100になってないからね。この攻撃でクリ100になるのかな。なってくれるとありあ、多分これでクリ100だね、今の攻撃で。だから結局シンクロ発動させても、もうだいぶもうバトルの終盤でもないと、そうクリ100になってくれないんですよ基本的には。だからなんだろう、 60% から 80% ぐらいの時をなんかメインに戦うような感じになっちゃうんだよね、どうしてもね。この手のシンクロだとね、この手のクリバフ内容だと、まあ、これはちょっとしょうがないけどね、致し方ないところだと思うけど。はい、多分これでフィニッシュじゃないかな。終わりかな。はい、という感じです。レオ将軍、クイナなしのレオ将軍起用はこんな雰囲気。全然強いと思う、全然強いと思う、私は全然強いと思う。これでまあレオ将軍のね、 D 角の雰囲気とかも多分分かってくれたと思う。で本来ならば結構軽減バリア効いてたと思うんだよね。本来ならもっと手痛いダメージ受けてたはずなんですよ。8000、7000とか。ラビナンとか場合によってはフェーズ3だったら1万くらいのね、急のダメージも飛んできたりするから。まあ、全然、回復余裕だなって思ってたのは完全レオ将軍のおかげだからね。はい。といったところで、今回動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。